佐賀大学の学生らを対象にした佐賀新聞社の提供講座が7日、佐賀市の佐賀新聞社で始まりました。講座は、「ジャーナリズムの現在。」と題し、タメリア時代の新聞の将来像を多角的に学びます。初回は、田中義郎編集局長が講義を行いました。田中局長は、「確かな情報選択の目を養ってほしい。」と話しました。 およそ50人の受講生は熱心に聞き入っていました。また、この日は新聞制作現場の見学も行い、編集局や印刷の輪転機を興味深く見て回りました。講座は来年1月末まで14回です。記者や広告担当者らが講師になり、紙面の見出しの付け方やレイアウトの実習も行います。